はい、みなさん、どうも、眠りさくらです。私ですね、11月にタイの旅行に行くんですよ。そうで、この旅行はもう去年の12月頃から決まっていて、私の夢がね、ちょっと世界一周をしたいというね、夢が幼い頃から英会話教室に私通っていたのであって、本当に違う国の文化にすごく興味があってね、タイという国は東南アジアの国の中では一番行きやすい国と言われておりまして、初海外に行く方に結構おすすめらしいんですね。で、どういう国かっていうと、とても物価が安い、低くて物価が安いっていう、安いっていうのかな、すごく、貧困層の日本とはちょっと違った、結構かなり生活が違った国なんですね。そう。で、私はアメリカとかイギリスとか、そういうオーストラリアとか、にも興味があるんですけど、どちらかというとアフリカとか東南アジアとか、その本当にもう私たちとは全くその価値観の違うっていうのかな、なんか虫を食べたりとか、なんだろう、手でこうご飯を食べたりとか、裸足で靴をね履かない国とかね、あとは何々族とかいう、いろんな民族が世界中にはいるといるいるいると思うんですけど、 それで、まあ、まずはやっぱり私はね、せっかく海外に行くんだから、その学びたいしね、タイを選んだんですけど、しかしですね、私はタイ語が喋れませんし、タイ語をそもそも知りません。でですね、私タイ語の勉強を本当本格的にねやり始めて、喋れるようになった、覚えた単語があるので、今日はそれを披露したいなと思って。私はね、学習障害の算数障害があるんですけど、でも文系、その国語とか社会とか英語とか、その暗記する感じの勉強はすごく得意で、文章を作ったりとかっていうのも得意なので、その得意な分野をね活かしていくっていうのはとても大事なことだと思うんですよ。そうで、今回私が覚えたタイ語を披露していきたいと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。それじゃあ早速スタート。はい、ということで早速やっていきたいと思います。はい、やっぱりその国に行くとしたら、その国の人たちと同じような生活を体験したいじゃないですか。まあ、私はそういう感じなんですよ。ローカルな、その行った国の生活を体験してみたいっていう人で、その観光地とかそういう旅行客が行くようなところにはちょっとあまり興味がなくて、タイ語はですね、文字の形がすごく独特で、髪の毛どうしよう、独特なんですよ。書くのはちょっと難しいので今回は諦めます。で、とにかく書くのはいいとして、喋れるようになる必要があると思うんですよ。そう、ちょっと喋れるようにしたいと思って、まずは挨拶からいきたいと思います。まずこんにちはとか、おはようございますとか、こんばんはとか、日本ではいろいろあると思うんですけど、それはですね、サワディーカって言います。はい、で、男性と女性でその言い回しが違うみたいで、サワディーカカってこう止めるのが女性で、男性はサワディーカーってなんか伸ばすみたいなんですよ。そうで、だから男性と女性で使い方が違うから、なんか LGBT の方とか、なんかその女性と男性でこう分かれてるのがなんでだろうなってちょっと不思議なんですけど、まずは空港行ったら、空港で、あ、サワディーカーとか言ったりとか、通じんのかな、分かんないけど、めっちゃ楽しみで、で、ありがとうございますって結構言うと思うんですよね。ありがとうございます、これは簡単、コップンカ、コップンカって言うんですけど、これも女性はカで、男性はカーで、コップンカーが男性みたいです。そうで、あとはお店とかでご飯を食べると思うんですよ。で、まあ、私がね好きな、なんか気に入ってるタイ語から今喋ってるんですけど、めっちゃ美味しかったですっていうのが
アロイマクマークっていうんですよ。でアロイっていうのが美味しいっていう意味らしくて、でマクマークがめっちゃっていう単語の意味らしいんですよ。でアロイとマクマークを合体させるとアロイマクマークっていうの。え、発音はこれで合ってるのかちょっとわかんないんだけど、とにかくアロイマクマークっていうのがめっちゃ美味しいっていう意味らしいです。でこのマクマークめっちゃっていう意味っていう風に今言ったと思うんですけど、そのマクマークをつけてコップンカと組み合わせるとマクマークコップンカでめっちゃありがとうっていう意味なんですよ。つまり本当にありがとうございますっていう意味になるらしいです。大っていう言葉があって、大っていう言葉ができるっていう意味らしいんですよ。でこれやってもいいですかって聞くときは大にマイをつけるといいらしくて、大マイって聞くとこれやってもいいですかっていう意味らしい。そうで大マイでこれやってもいいですかでしょ。これを使ってもいいですか、これ使ってもいいですかって聞くときはチャイダイマイ、チャイダイマイ、チャイで使うっていう意味らしくて、そこにダイできるとマイをつけてダチャイダイマイでこれ使っていいですかっていう意味らしいです。そうでチャイってこうチャイってあげると使うっていうらしいんですけど、チャイって使うとはいいいですよみたいな、イエスみたいな意味らしくて、わ面白いなって思って、そうであとはこれ食べてもいいですかとかも使うかなと思って覚えたんですけど、食べるは銀っていうみたいで銀大米かって聞くとこれ食べてもいいですか、銀大米からしいです。あそう男性はかね、そうらしいです。でこれ食べてはいけません、ダメですっていう時は大マイを逆にしてマイダイ、マイダイで何々してはいけませんらしくて、そうだからそのダイとかそのこう組み合わせることによってできる単語っていうのが結構いっぱいあって面白いなって思いましたね。そうであとは大丈夫です、大丈夫ですとか言うとき、あとねどういたしましても同じ意味らしいんですけど、ねマイペンライ、マイペンライっていうのが大丈夫ですとか、あどういたしましてっていうのがマイペンライらしいです。そうあと覚えたのが、あすいませんちょっとすいませんとかね、人を呼び止めるときとか、あとはお店で店員さんを呼ぶときは口頭かっていうといいらしいです。丁寧な言い回しらしいですよ、これが口頭かっていうのがね。そうまあそんな感じかな、今覚えたのが、今の現時点で覚えたのがこんな感じです。でまだまだその現地で使えるようになった方がいい言葉っていろいろあると思っていて、今のは本当に本当に初級編で、なんだろう短い単語をまずは覚えようと思ってノートにひたすら書いて、でこうノートをねちぎってこう半分に折って、こっち側には日本語で書いて、こっち側ではタイ語を書いてっていう風にやって、その書くことによってインプットさせるんですけど、私の場合でインプットさせて、やっぱアウトプットが必要なので、その日本語で書いた文字を見て、あありがとうだった、コップンカだなって思って、で裏見て確認するみたいな感じで繰り返して勉強しています。でそう英語をね私はずっとやってたので、英語の成績だけはすごく学生の時も良くて、90点台とかはだいたい90点台で行ったんですけど、そのインプットしてアウトプットするっていうのがなんかその言語を覚えるのに結構いいかなって思った。私の場合は書いて覚える、見るだけじゃ覚えられないんですよ、なんか全部だから書いてアウトプットする。あ、タイ語で書くのは書けないので、カタカナで私は書いてます、口頭かとか。そうでもうね、もうですね、あの日程とか飛行機とかゲストハウスとか全部予約をしていて、それでスケジュールとかもあのちゃんともうね決まっています。で現地に旦那さんのね知り合いの方が
もうね10年以上タイに住んでる方がいらっしゃって、でその方と一緒にご飯を食べる予定もあるのですごく楽しみです。私は本当に海外に行くのが初めてなので、そのタイの歴史とかね、文化とかそういうところからバッて調べ上げたんですけど、やっぱり調べるだけではわからないし、実際のこう私は日本人なのでタイ人にしかわからない生活とか気持ちっていうのもあると思うんですよ。だから全てを理解することは難しいと思うんですけど、でもそれでも少しでもね、その現地の人たちの生活を理解したいなと思って、その生活の違いとか文化とか問題とかね、そういろいろとあると思うんですけど、だから結構ローカルな町に行く予定です。これはね動画にできるかちょっと日程次第なんですけど、多分ね1本ぐらいは出すかなと思ってます。はい、ぜひ楽しみにしていてください。11月に行くので、はい、まだあとね8、9、10あと3ヶ月ぐらいあるので、頑張ってタイ語をマスターしていきたいと思います。はい、ということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ちょっと良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。